こんばんは、こんばんは、こんばんぶさ、どうも、こんばんちゃ。さよならマリさん、最高でした。ありがとうございます。メンバーシップのアイコン変わった。ねえ、その機器可愛くないですか？投下すると思ったけど、投下しないんだ。うまくいかなかったな。ちょっと待って、あ、うん、携帯買いました。なんだっけ、あ、そう、共有しなきゃ。こんばんは。アイコン変わりましたね。あか、私の？私、あ、変えました。誕生日&事務所所属おめでとうございます。ありがとうございます。おこんばんにゃ。俺、ムネさん久しぶりです。こんばんは。パー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 。共有ツイッター こんばんは、おめでとうございます。お誕生日&事務所入りおめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。エニュースタクさん、お誕生日、新事務所所属おめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーハロウィンみたいになってる。カボチア、こんばんは。お誕生日と新事務所所属おめでとうございます。ありがとうございます。さよなら森さん、見ましたよ、よかったです。ありがとうございます。なんか あんま使われてなかったけど、あんま使えるようなこと言ってなかったから、あんな感じになりました。粗品さんも、お、一言シンプルですねって言ってたもん。これさ、あ、毛じゃなくほこりついた。乗せたケーキ、普通のチョコレートケーキを買ってきて、猫のあの砂糖菓子買って、急な首乗せました。こいつ見れたね。私はフォーチュンクッキーはもういなかったんでね、ソーロングぐらいでいなくなったんで。にゃんこを乗せました。おいしそう。お誕生日おめでとうございます。あ、ケーキおいしそうですね。ありがとうございます。もういち早くこの猫を食べたい。でも我慢しよう。好きなものは最後に取っておく派、中谷さやかです。いただきます。手作りケーキではないです、すいません。買ったやつです。めっちゃ気ぃつくやん。もう巻き込んでますやん。見えないか。いただきます。うん、なんかハクハク。
なんか真ん中の層にチョコクランチみたいなのが入ってる。猫は一番に食べられてしまうのか。いや、取っときます。好きだから。砂糖、砂糖の塊大好き。なんかそういうセリフ昔あった気がする。なんとか大好きみたいなやつがあった気がする。こんばんは。誕生日と事務所決定おめでとうございます。ありがとうございます。一口、え、すいません、でかかった。ケーキかわいいですよね。無理やり乗せた猫ちゃん。いろいろとおめでとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、口の中大後悔しちゃった。汚い汚い。もっちゃもっちゃ、おいしい。こんばんは。お誕生日&事務所決定おめでとうございます。ありがとうございます。あれ、いろいろとおめでとうございます。読んだ。ありがとうございます。食感良さそう。うん。え、てかこれさ、すぐ食べ終わっちゃいそうなんだけど。私の一口が大きすぎるのか。確かに。てかフォーク大きすぎたかも。これ、え、いけます？皆さん。うん、ソフィアちゃんだ。うん、ザクザクの元見つけた。うん、チョコかも。ASMR。 あ、ないわ、サクサクのとこなくなっちゃった。ん、あるわ。どこにあるんだろう。ナッツかな。ナッツとクランチみたいなのがある気がする。こんばんは、おめでとうございます。ありがとうございます。ザク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 。でか、大きい。あれ？やっぱ大きいんだ。さよなら森さん、見ました。面白かったです。ありがとうございます。大した活躍してないけど。でもなんか、まああの現役の子たちの番組だし、別に自分は爪痕残さなくてもっていう感じ。収録は聞いててめちゃくちゃ面白かった。なんていうの、自分が出てて面白かったっていうより、もう他の人が面白すぎて。ワンホール欲しかった。いや、ワンホールはさすがにあの口が飽きちゃう。私ほんと飽きっぽいんで。この間キキがここのあのモフモフかじろうとしてるのを目撃したんですよね。ちょこちょこないの？キキかも。あるんだけど、なんか
ちょい削るみたいな。クリームの中にザクザク。チャット配信しばらくぶりやないですかね。ん？でもこの間ゲーム配信の時チャットオンにしてた。チャットオンっていうかその画面表示にしてたけど。日本酒大好きな中谷さん、お飲み物は？お飲み物は今日は牛乳です。チョコケーキに合わせて。てか一緒に出てたあの女優さん、あれですね、バカバッカの劇団員さんだったんですね。私その役者やってますっていう話、なんていうの、あんまり時間なくて喋る時間、役者さんです大学生ですわって言って、そのまんまなんか1回目の収録見なきゃいけなくて、こういう感じで雰囲気つかんでくださいみたいなだったから、喋る時間あんまりなかったから。あ、でもなんかあの5番さん、偽物の、なんかどうやったらアイドルっぽい振り付けになりますかみたいな時にこう膝ポヨンポヨンしてくださいって言って、それが生かされてたのが嬉しかった。でコメント呼び飛ばしてない、大丈夫。そういえば前回48回目の配信の後にさよならモーリーさんだったんですね。うん、たまたまですけど、私ののんびりな配信のおかげでちょうどいい数字でしたね。もやさん、めでたや、番組中やん登場キラキラしてました、ありがとうございます。大丈夫だったかな。誰だ、キキ。ダンシンさん、一口が大きい。すいません。そしていろいろとおめでとうございます、ありがとうございます。間違えた。こうじゃなく、こうやろうと思ったのに、こうやってちょっと間違えました。キッキ。夏美が丸くなっててびっくりした。なんか、まあ前が細すぎたっていうか。まああとそのね、バーの店長さんやってるっていうので、ね、それがお仕事だから、ちょっとお酒がね、お酒を多分飲んでるんだと思うんだけど。最初はまあ仕方ないかなと思います。でもまあ普通になったって感じじゃないですか。配信見返して無事見られてよかったです。衣装すごく似合ってました。ありがとうございます。まさかあんな短いの来ると思ってなくて。多分番組側がチェック柄でみたいな感じで言ったんじゃないかな。わかんないけど。あんな短いの履くと思わなかった。衣装の中やんはやっぱり可愛いなと思いました。でももうチェック柄は、まあ、私服では着るけど、中谷お誕生日おめでとう、ありがとうございます。バカバカだったんですね。プライベートって舞台の時の野村さんってバカバカでしたよね。そう、あとそのあ、なんだっけ、文化祭スクランブルだっけ、なんだっけ、あ、ごめんなさい、ちょっと舞台のタイトル忘れちゃった。アンナちゃんって子と一緒に出たんですけど、その子も後々バカバカに入ってすっごい面白い子だったんだけど。野村さんのこと私なんて呼んでたっけ、リュウさんとかかな、なんか忘れちゃうよね。だってメンバーのあだ名すな忘れちゃうんだもん。いやいや、アナちゃん、あ、そうですそうです。こいちゅん踊ってる中やんが新鮮だった。うん、っていうかなんかみんななんかこいちゅんが流れますみたいなリハで言った時、え、フォーチュンクッキーってこいちゅんって略すんだねみたいな。主婦の会話みたいな会話してました。やわり予告されたので出るのは分かってましたが、まさか一人目とは、
そう、1番でした。だからその回答に遊びがなかったですね、私の他の人聞いてたらなんか遊べたりするじゃないですか、もっとこういう風に派手に言おうとかじゃなくて、普通に無難なこと言ってました。お誕生日&事務所所属おめでとうございます。ありがとうございます。わー、文スク文化祭スクランブルですよね、間違ってるかな、ちょっと心配になっちゃう。おつす、おつす。そういえば今回は BGM なし。あ、違います、ゲームじゃなくてラジ、え、ゲームのまんまかも。どこ？あ、これだ、ありました。誕生日といえば涙サプライズ、うん、お腹が喋ってます、かゆー。なんかチョコレート私本当に相性悪くてかゆいんですよね、頭も痛くなるし、でも食べちゃう、好きだからすぐバレてしまいますもんね。はい、そう、みんなバカバカ、あ、バカっておバカじゃなくてボコボコポコポコ、もうバレそうなこと言うから、私はもうまっとうに偽物のお芝居をしました。分すく合ってた、髪が黒々しい、そう、事務所所属するにあたって黒にしました。別になんか髪黒くしなさいとは言われなかったんですけど、ちゃんとした事務所さんで研修の資料みたいなのをいただいて、こうそれでお勉強して黒にしました。自ら別に染めてきてねとも言われなかったし、その資料を見て勝手に自分で染めました。うん、サク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 、どこにいんの、わかんない。リボンが全然でアレルギー、アレルギーなんですかね、金属アレルギーの人はチョコレートでも反応出るみたい。もうダメじゃん、絶対私だ。私そうだ、こないだなんか日雇いみたいな感じでお店の手伝いしたんですよ、普通に手洗いじゃなかった、洗い場で。そしたらで、なんかすごい優しい方で、なんかゴム手袋使ってねって言われて、 ありがとうございますって言って、1回目は使わなかったんだけど、2回目あよし乾燥もするし手荒れも怖いからしいよって思ってして、でもなんか気持ち悪いと思って、なその時は何もなかったんですけど、なんか気持ち悪いってなって、あーもうダメだ気に食わないってポッポッって取って捨てたんですよ。そしたらもう具合悪くなって、お腹が喋った、グーってなんかこう、あの低血、私低血糖よくなるんですけど、低血糖症よくってか1年に1回ぐらいになるんですけどになって、でもその時ご飯食べてなかったから、あご飯食べてなかったから低血糖になっちゃったんだって思って、すいませんって、今ちょっと流れできたからご飯食べるの忘れててみたいな、ちょっとコーラ買ってきてもいいですかって言ったら、そのお店の方が優しくて、あコーラあるよって、飲んで飲んでみたいな、いやすいませんってお金それ引いといてくださいって言いながらもらって、よし治ったって思ったんですよ。
って思ってちょっと動いてて、でもなんかどうしても気持ち悪くて、なんかみたいな、喘息みたいな、なって、でふとあれ私、あそういえば私ゴムアレルギーあるわと思って、ラテックスアレルギー持ってたって急にペーンって思い出して、すいません、まだそんなにあれですよ、何回も会ったわけじゃない人にすいません、ちょっとアナフィラキシーショックっぽくて帰っていいですかって言って本当に申し訳ないけど帰りました。もうほんとすっかりアレルギーのこと忘れてた。すっごい優しくて、またまた来てくださいねって言って、ありがとうございましたって言って、すっごい優しい方々でした。だからアレルギーほんと気をつけてください。のんきにチョコレート食べちゃダメなのかなあ、レイさんおめでとう、ありがとうございます、かわいいワンちゃん。イケアさん、体を清めしたら出遅れました、あ大事、おめでとうございます、ありがとうございます、体を清めるのは大事。D 的にありがたいやつ、いや D 的にありがたいっていうか、番組的にその編集的にありがたいのは面白い方で、もうなんならバラエティは面白ければ面白いほど何でもいいんですよ。まあバレないことの方が面白いって考える人もいるけど、まあだからその無難なところにいようと思って無難なところにいました。ちゃんとした事務所言い方、そう他がちゃんとしてないみたいな感じだけど、そんな今までとさジャンルが違うから事務所のね、そうっていう感じです。あの後メンバーの方とお話とかされたんですか？あ、いや始まる前にみんなと話しました。ただなつみさんはちょっと来たのがゆっくりだったからちょっとリハ中に話したぐらいですかね。あ、え、そういうこと、現役のメンバーと、いやゆきりんとちょっと写真撮ったぐらいですね。なんかゆきりんやっぱそのメンバーと同じ楽屋だっていうから遊びに行けなかったです。遊びに行きたかったんだけど、やっぱさお邪魔するとあれやん、なんかフル株がみたいな髪を黒くしたくなる資料見てみたいなそれはちょっと企業秘密。似合うからいい黒髪、ありがとうございます。まあ斬新さん、先日の放送がありがたすぎて、まあ別に半分は優しさっていうフレーズに燃えてなんかいないんだからねありがとうございます。斬新さん優しい。アナフィラキシーですね。いやびっくりした、忘れてて、本当に自分のアレルギー覚えときなさい、本当に忘れてた。まだたなんか痒くなるんですよ、髪留めとかもここにつけとくと。ではなんかうん、なんかまあずっこいなーっつって撮ってって感じだったけど、だからそのあの別の夜勤の仕事の清掃やってる時はそのラテックスフリーっていうのがあって、ゴム手袋でそれを使ってたんですけど、普通にもう善意をありがとうございます、なんか気持ち悪いってなって、でもなんか気持ち悪いって分かるんだなと思って、体って、なんか別にその時は具合悪くとかはならなくて、そのつけた瞬間はね、でも取った時になんかその中の粉が良くないらしくて、なりました。布の薄い軍手みたいなのゴム手の下につけてます。あ、そうそう、痒くならない用のね、ありますよね。食物アレルギーいろいろあるから気をつけてる。卵アレルギーとか、卵ってめちゃくちゃ大変ですよね。何でも入ってるやん、あの人たち。金属とラテックスだと真逆のような感じですけど大変ですね。うん、何なんですかね、何が悪いんだろう、わかんないの。千奈マリさん、第1弾と第2弾同じ収録だったの。うん、バラエティは大体 2,3 本一気に撮るんじゃないですか。
古株か今でも違和感。うん、でも別になんかそのなんだろう、スタッフさん的にはさ、やっぱり当てられないことだと失礼だよみたいな感じにしてほしいなみたいな、そうなったらいいなみたいな希望的観測そう、全然煽っちゃっていいですよみたいな、外れてたらみたいな。でもさ、別に知らなくてもさ、なんかそう仕事には影響ないじゃん、ぶっちゃけ。だからなんか感想も無難になっちゃいましたカットされたから良かったけど。ラテックスアレルギーはキウイもダメな場合があるとは聞く。キウイは絶対喉痒くなります。でも好き。怪しい種類かな。いやいや、普通にね、手袋の中のね、なんかポフって取った時にポタブ吸ってラテックスを、うん、それでもう一気に具合悪くなりました。忘れてた。卵と小麦は大変だと思います、外食は特に。そうですよね。でしかもそれって理解されないじゃないですか、下手したら普通に死ぬし。本当に気をつけないとね。だから私も本当にもうすっごい心配してくださってる、そのお店の方が、もう帰ったらとりあえず連絡をくださいと、生きて帰ってくださいとそうは言ってなかったけど、本当にそういう感じですっごい優しい対応してくださいました。ありがとうございました。その説は何も悪くない、何も悪くない。ちょっと食べ終わってないから。生きろ、そなたは美しいだっけ、なんだっけの場合は卵焼きとかオムライスとか、もう卵そのものがダメで、パンとかケーキとかの成分に入ってるのは大丈夫とかの成分に入ってるのは大丈夫。うん、薄まってると平気ってことかな。昔モーリピーの番組に中山が出た時に嬉しくて録画して何回も見た思い出。プロデューサーで見るのかな、みんな。すごい不思議。そういうわけじゃないか、たまたま毛利さんだったってだけか。それなら毛利さんは同じ企画が2回続くから2本撮りなんでしょうね。でもてか毛利さん変わってなかったんだけど、毛利さんは毛利さんのままだった年取ったのかな。年取ってないんじゃない毛利さん千年森さん同じ企画が2回続くから2本撮りなんでしょうね。なるほど。なんかあれ、次週の、あ、ケーキちょっと後ろに倒れちゃった。次週のなんか口パク選手権みたいなやつ楽しみに、毎週録画にしちゃったからまあだいたいユキリンも出てるだろうし、暇な時見ようかな。なんか友達に粗品さんと絶対写真を撮ってきてって言われたんですけど、ちょっと無理でした。生きる、生きろ。パンケーキプリンとか食べれるから本当に卵アレルギーなのと疑われるのが多かったな。その大変ですよね、なんかそういう時、えみたいな、それは平気なのにこれはダメなのみたいな、そう、仮病みたいなのがなりますよね私もドライキウイで咳が止まらなくなったことがあります。止まらないってことは ないんですけど、かゆい、これ
かゆいとかゆくなる。あーですよね。じゃあそ、うん、軽、私と同じぐらい軽度かな。検索しましたが、栗、バナナ、アボカドにも、アボカドも候補に入っているんです。アボカド好きなんですけど、わさび醤油で食べるアボカドが大好き。ちょっと鼻で遊んじゃった、すいません。プチパク選手権結構やってる。さよならマリさん、みーちゃんがレギュラー。あ、みーちゃん会いましたけど、パカヤン変わらないって言われました。おめでとうございますを言いそびれました。結婚ね。昔はバッドボーイズが司会だったね。うん、面白かったですよね。なんか雰囲気違いました、やっぱり。まあ出てる子も違うし、司会も違うし、まあスタッフさんも違ったのかな。同じ人も いた気がするんだけど、私の記憶力が悪すぎて。まあそんなにね、ビンゴそんなに出てなかったし。現役でパッと分かるのがもう2人しかいなくてしみじみとしました。うん、でも可愛い、みんな可愛かった。ただやっぱみんな可愛いからなんか難しかった、顔の判断が、判別が。みんな可愛い。料理対決、待って、わさび醤油アボカド美味しいですね。私はそこに海苔を巻きて、あ、海苔、海苔巻いたことない。料理対決の回に中山が出たのはすごく覚えてる。やば、記憶な。でも言われてみればなんかあったかも。でも誰と戦ったとか本当に覚えてない。え、別番組。かやんのが可愛い方、それは好みだな。好みの問題だ。てかもう4じゃない8の子たちがそっかメインどころなのかと思って時の流れを感じた。で対決で餃子。うわー、覚えてない。私より覚えてるじゃん。歌ったのとそのミュージカルのオーディションしたのと粉かぶったのは覚えてるんですよ。ビンゴで。あとカエル来た？カエル見た気がする。牛ガエル。ピンゴだったっけ、マジで記憶ないですね。って思うとたまーに出てたのかな。で、なんかその森さんの時にアンケートみたいので事前の打ち合わせでその競うこと、勝負事が嫌いだからウィズのオーディションは嫌だったと
書いたんですけど、それ言ったら分かりはしないけど、結構それこそさ、ユイリーとかいたよね、一緒にオーディション受けたよね。え、それユイリーじゃなかったっけ。マジで記憶力やばすぎる。けど活動休止、AKB の中に入っちゃうってこと？もう全く分かってないけど、誰がどこ所属かも分かってないから難しいです。爆の代わりあれ演技入ってたんですね。まんまと騙せて嬉しいやら寂しいやら、うん、多分スタッフさんはただ本当に緊張してる人に見えたと思う。私がなんだあいつ結構喋ってたのに本番あんま喋んねえなって思ってたと思いますよボロが出るから喋らなかっただけですはい。絶対バレるやん。ってかその端々でわかるじゃないですか、言葉の。でもなつみさんと P さんはもうバレてたからいいけど、2人もうなんかスタンバイ中とかもう喋っちゃってたけどでも私はちょっとバレない、バレるわけにはいかないと思って喋りたかったけど喋らなかったです。メンバーの方もあんま見ないようにして、ゆきりんめっちゃ見たかったけど、どんな顔してるかいただきます、うん、うん。ハッピーマリーお誕生日マリー、番犬さん、甘いもの食べたくなってきたありがとうございます。各チームに兼任になってるから九州がそのまま兼任先に所属。ああ、じゃあ全然いいじゃないですか。まあブランドとか箱が好きっていう人はちょっと寂しいですけどね。まあ別にいなくなるわけじゃないし女優ついににゃんこ、お尻からお晩です。ボリボリ、誕生日と新事務所おめでとうございます。ありがとうございます。やばボリボリ、こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。31歳になりましたもう31歳、声出た声量ミスりました、すいません。17歳お誕生日おめでとう、ありがとうございますありがとうございます怖、へいってきた吐息混じりの兵が来た。お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。これ顔文字か。中にといえば週刊 AKB ドキュメンタリーやってたの強烈に覚えてる。あー、私は覚えてないです、ごめんなさいレンさん、ずっとファンです、これからも応援し続けます、ありがとうございます。
ありがとうございます。あだま。やばい、英語読めない、ごめんなさい。英語読めない、ごめんなさい。英語読めない。何回や今井さんと同数の間違い数でしたもんね。あ、そう、私それちゃんと見れてなくて、どれぐらい間違えてくれてたんだろうって、半分ぐらい間違えてるだろう、間違えてたなっていうのは覚えてるんですけど。あだま。斬新さん、レイ女優ボリボリの達人してください。ありがとうございます。かわいい、かわいくないけど、なんて、あなたは英語喋れますかみたいな。ごめんなさい、喋れません。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺の中ではまだメガネ仲やんだし。そう、出会った年齢で止まっちゃいますよね、人間って。不思議なもんで。あ、すいません。え、無言で1000円置いてった。小島さん、ありがとうございます。あげる人間違ってない、大丈夫。ありがとうございます。猫の毛がね、さっきからずっとね、鼻に入ってくるんですね。これ鼻ほじってるわけじゃなくて、鼻から猫の毛を取り除いています。すいません。最近はアイスないの、最近はなんかかわいい。100円です、美しい。え、ありがとうございます。大丈夫です、お誕生日おめでとうございます。小島さん、ありがとうございます。誠さん、ありがとうございます。名前教えろって、ごめんなさい、英語わかんないんですよ。はやさん、ゆるっと押してたらもう31ですか。おめでとうございます。これからも祝えたらいいな。ありがとうございます。3100円、31、ありがとうございます。あっという間に40歳ぐらいになりそう。え、41でもこんなことしてたらどうしよう。こんなことっていうか、なんていうの、こういう喋り方、喋り方って変わんないですよね。牛乳が美味しい。あ、そうです、私はさやかなかやです。お腹が喋りました。僕はあっという間に運動になりました。え、早い。ギャグみたいになっちゃった、すいません。31、毎日違ったフレーバーの中や。31の32個あるんですよね、31って。なんかすごい素敵な理由だった気がするけど忘れちゃった。大丈夫、50過ぎても子供みたいな大人がここにいますから。いやー、私はこれでいいんだけどさ、なんか外とか、なんて言うんだろう、人に見せるときにやっぱり、ね、年齢というか年相応じゃないとダメなのかなってちょっと思いました。その業種を変えてね。ちょっと思いました。まあ、でもやっぱ根本的なところって変えられないから、ん、なんかナチュラルのまんまでいたいなとは思いました。
最初に見た時はさやかって読めなかった思い出、うん、当て字って言ってました。母上が牛、これから一年一年があっという間に感じられるようになりますよ。いやもうあっという間です、今の時点であっという間。 Are you okay? お勉強ちょっと待って急に、なんだっけ、大魔王さんのやつなんだっけ、大魔王さんのやつなんだっけ、アポペンしないでください。1ヶ月31日間毎日違ったフレーバーのアイスクリームをお客様に楽しんでいただきたいとの願いから31アイスクリームと名付けられました。でもう1個あるんだよね。中園が年取った分見に来てるみんなも年取ってるから大丈夫、それは確かに。でもなんそれを、そこを安心材料にしないように、うん、でも年相っていうのが今のところできてないからな。大丈夫だよ。永遠の何歳にしましょう。23ぐらいじゃない？なんかそう、見た目じゃなくて、なんていう、中身、なんか大人になろうって頑張ってるけど全然無理ってなってる感じが21かな、1か3ぐらい。ピピピ、フォーエバー21 なんか企業の企業の人、企業のなんか由来とかを載せる配信みたいな。31日目にアイスクリームを選ぶ楽しみを残すために説があって素敵なんですが、実際は消極的にグスだからってのがあります。あー、それテレビでやってたかも。そうだ、ターボフルブーストってぐらいあっという間ですよ。どういうこと？23歳おめでとう。フォーエバー20よ。最近大人っぽくなってきた。ありがとうございます。31アイスクリームって日本だけの呼び名っぽいですね。確かバスキンロビンス。バスキンロビンス。B だもんね。BR だもんね。で31だもん。なんて言おう、なんて書いてあるの、翻訳しよう。あ、そうだ、これ翻訳機能なかったっけ。あ、違うわ、なかった。検索、あ、翻訳してください。すいません、これを翻訳していただけませんか。うーん、直接の検索だと翻訳してくれない。やっぱりこれ日本人なんじゃない？だって英語って逆じゃん。
17歳級に入る資格はドモホルリンクルが気になるお年と井上きっこさんが言ってた。きっこさん、きっこさんは何回かお仕事ご一緒してるんです。英語で書いてる人の英語は文法がおかしいからなんて書いてるのか分からん。スペルも文法もめちゃくちゃなんですよね、うん、ガールじゃないよ、みそじだよ。あー、正しいことを伝えないでガールにしといてください。なんか文法が妙でよく分からんです、何が言いたいのか。確かにコメント、英語圏ではないとか、うん、確かに。でもなんかすごい日本のさ、なんか読み方じゃない、なんか置き方じゃない、文字の What's your name ぐらいは多分ね、わかるじゃないですか。さっき名前教えたやんって、池谷さんが教えてくれたやん。でもわかんないな、他の国の言葉がどういうその置き方を、言葉の置き方をしてるかわかんないから。普通そうか、日本と一緒か。斬新さん、21歳だろうが23歳だろうが31歳だろうが可愛い。ありがとうございます。みんなそうやって囲ってくれるから優しいな。本当に皆さんと喋ってる時間が楽しいんだ。す楽しいんだな、楽しいんだな。事務所の方もその配信許してくれてるんですよ。あ、その何でも何にしてもいいよとは言ってないですけど、その自分の活動の場だから大切にしてみたいな。ネットでのことはね、ツイートとかもそんなに。はーい、キーキーが呼んでます。あ、1時間や、1時間で終わりにしようと思ってたんですけど、あっという間だな。なんか頑張ればエンジェルって読めそうだけど、この書き方じゃないよね。え、終わりなさ。結局誕生日のプレゼントの箱タワーは何箱積まれてた？めちゃくちゃ大量じゃない？9個ぐらい。その1個が分厚いからドドドドドドドって積んでありました。チャンネル存続ほっとしましたね。ありがたかったですね。大丈夫ですかやってみたいな。危なかった。あ、キキです、猫です、うちの子たちが。カラが活動再開するみたいだから韓国語で答えておいたら。なんだっけ、もう韓国語頑張ってさ覚えようとしてたのにもう忘れちゃった。저는사야카입니다。일본사람。忘れました。韓国語忘れちゃったよ。映画の文章はおっとけおっとけ。キーちゃんもお祝いしてますね。うん、ニャーがお祝いだったらあの人年中お祝いしてるわ。
終わりだと、どうしようかな。あと15分ぐらいだけやろうかな。これからも綺麗に年を取っていってね。あ、でもなんて言うんだろう、私その無理してそのパツンパツンとかにしたくなくてちょっと言い方悪いけど、年相って言い方あれだけど、その肌とかはなんかそのまんま、まあ、ケアはもちろんちゃんとしたいとは思うけど、なんだろう、その気張らない、なんだ、実年齢っぽい感じに年を取っていきたいんだけど、それがちょっと今できてないから。31、読めない。イングリッシュ、母やんが積んでたエピソードか。いや、そう、なんか真面目にその外から入れるものを基本的に消毒するのが趣味なんですけど私コロナかかってないの全部消毒してるからだと思うんだけど、いや、箱段ボールのコロナの菌の滞在時間はそんなに多くないらしいけど、長くないらしいけど来年の23歳の誕生日もお祝いするよありがとうございますこんばんは。え、ゴンドさん、あと15分ぐらいで終わりにしようとしてるんですけど。はい、キーちゃん、皆さんには聞こえてないのか。はい、って言ってました。こんばんは。普通はプリーズはつけるもんなんですがね。ああ、なるほど。来年の今頃韓国で活躍してたりして。絶対してない、本当に言葉覚えられない。で、韓国語覚えるならまず英語覚えなきゃ。そのうちなんか仕事に必要そう。もうちょっとお待ちを、質問があるのです。 あ、 ありがとう。ちょっと読めない、どっちも読めない。読めないさん、そういえばヒューマンフォールフラットアップできてました。え、ありがとうございます。やらなきゃでも歪みの国が気になりすぎて。年相を、15分、いや、そんな、なんか絶対15分ってわけでもないですけど。ちょっと待ってください。あくびが。新しい事務所入りおめでとうございます。ありがとうございます。正直今の30代は20代と変わらないかと多いので、体は確実に30代って感じ。膝痛い。なんかすごい YouTube のマークにゃんこさん、キキです。今後はどのような活動を、映像系にチャレンジしたいと思っています。お芝居を続けたいんですよね。お芝居はしたいの。お芝居をしたい。質問です。お渡ししたいプレゼントを新事務所へお送りできるのでしょうか。ああ、でもそう、知り合いの人もなんか手紙プレゼントはこちらみたいな書いてた気がするか。大丈夫、大丈夫だと思います。一応聞いてみる。でもちょっとプレゼントはちょっとみたいな事務所ってないですよね。生ものじゃなければ基本的には大丈夫だと思う。
いてない。なんかすごいキキドコドコしてる。スプラ3とゼノブレイド3やってます。スプラやってる？スプラやってないです。龍が如くゼロやってる。12月にクライシスコア FF7、 うん、テレビや映画とか、うん、のしべ大好きオタクなので嬉しいです。登場ありがとうございます。キキ、会社概要にある渋谷の住所で良いのでしょうか。もし分かればメンバーシップの投稿などお知らせいただければ幸いです。わかりました。確認して、多分大丈夫だと思うけど念のため確認して、ツイッターでいっか、ツイッターにします。確認します、します。もう31歳なんだからちゃんとして。プロホームページのプロフィール写真も素敵でした。なんかさ、今までのさ写真何だったのってくらいなんか別人ですよね。あ、やばい、ドアが開いちゃう。カメラマンさんとメイクさんが上手すぎたのかな。え、おっかさんがうなってる。猫が暴れてるから、母がうなってる気がする。顔違うって言われないですかねって言ったら、大丈夫、寄せてけばいいんだよって言われて、おーってなりました。了解です。31歳はまだまだ子供じゃよ。おじいちゃん、やばい、なんかすごい名前の人来ちゃったけど。これはなんか消した方がいいのかな。皆さんの判断をお願いします。この人のプロフィール見たい。この人のプロフィール見して。けしからん人。今年の目標、お母さんを母という母、母上です。すみません、ありがとうございます。用意しても、すみません、なんか催促してるみたいで、すみません。ありがとうございます。ホームページの写真大好きすぎて永遠に見ていられますね。嬉しい。私は1年ぶりくらいにデッドバイデイライトを再開しました。スプラは買ったけどジャイロがうまく使えなくて挫折してます。デッドバイデイライトはその狩野英孝さんの配信を見て思ったけど、私はできないって思った。私ゲームの中の肩幅めっちゃ広いんですよ。いや、実際も肩幅広いけど、ゲームの中の肩幅めっちゃ広いの。だから壁とかに全部こうってぶつかるんです。だから多分無理って思いました。前回の宣材写真も別の意味で顔が違うって言われてましたね。本当に誰って言われてたんで。でもあれもなんかナチュラル、顔をナチュラルにしてくれたんです。ナチュラルすぎたのかな。カメラマンさんいいねと思いましたが、どなたなのか。あ、初めましての方でした。もうなんかその撮ってる後、撮り終わった後もそのカメラマンさんとかメイクさんが、この写真めっちゃいいみたいな、あ、私の写真じゃなくてなんか別の
お仕事の話をしてて、多分よく一緒にされてる方なのかな。で、なんか家これ仕事取ってきたいねみたいな話を、もう向上心の塊みたいな人がこの事務所の周りにはいっぱいいて、すごいなんか楽しい気持ちになりますテンションが上がる。そういう人が周りにいると、あ、私も頑張んなきゃってなるじゃないですか。私その事務所入る時に話したんですけど、その切磋琢磨できる一緒に頑張れる人がいないと私頑張れない、頑張れないって言い方あれですけど、そのモチベーションをの要素を増やしていきたい人だからすごいなんかわーってなりました。お仕事取ってこようよって、こうなんかどんどんなんかそのなーなーじゃなくて頑張って取ってこようとかってしてる話してる様を見て、わあこういう人まだ世の中にいっぱいいるんだってなりました。別にその人たちは何の気なしに話してただろうけど、すごい優しかったです。あ、かおちゃんもかおちゃんも買ってません13歳の誕生日おめでとうございます。待って私13歳だった、せめて15でお願いしたい。もう私多分15で止まってる、もうぶっちゃけ21とか3とかじゃない。なるほど、中屋の肩幅が3メートルって知ってるよ。あれだね、3メートルだと電車の座るとこ1個だね。1個じゃ足りないねゲームの肩幅って初めて聞く言葉、いや本当にめちゃくちゃ引っかかるんですよ。だからもうダメ華奢です。華奢じゃないのよ私、もう水泳選手かってぐらいがっちりしてる。車幅ならぬ肩幅感覚が大きいのでしょうか。あ、そんな感じです。だから私絶対車は乗れない、あの一人乗りのやつじゃないと運転できない免許ないですけど。ナチュラルでも可愛いということですな。知ってた？ナチュラル、あ、顔メイク、いやダメ、私はある程度そのしっかりインラインとかを引かないとダメだなっていうことが分かりました。環境は大事かも。うん、だからもっとその向上心の塊のみたいな人たちにもっと会いに行きたいって思ったそうすると自分もそこに引っ張られるじゃないですか。なーに、お、いいですね、活気あふれてて。そうそうなんですよ。中谷こんばんは。あ、もうすぐ終わりにしようと思ってたんですけど、ライバルっていうか、その前の事務所はなんか前の事務所はすごいなんかこうみんなで一緒にお仕事じゃない、そのお勉強とかしててすごい楽しかったんですけど、前の事務所がそのなんかそのなんて言えばいいんだろう、なんか私嫌われてたのかななんかその一回そのお芝居の稽古みたいなのが入った時にみんなでやってたんですけど、基本習っててやってて、でまた別枠でなんかもうちょっとこの仕事の幅を広げようみたいな、なんて言うんだろう、そのもっと勉強しようよみたいな会ができた時に、あれ話しましたっけ、そのなんか誰も私に動画送ってくれなくて私多分嫌われてたんだと思うそれはなんか悪い言い方だけど、なんかそういう感じで、なんかその蹴落とすんじゃなく、その事務所全体の子を上げていかなきゃ仕事なんて取ってこれないんだから。あ、ちょっとすごいマジトーンで言ってしまったねえ、なんか その場で蹴落とし合っててもしょうがないじゃないですか。とりあえず事務所のさ、そのパワーをさ強くしないといけないのに、まあ、そういうことがあったから、
いや本当に本当に動画ダウンロードしてなかっただけかもしれない、保存してなかっただけかもしれないし、もう実際のところは本当に聞いてないから分かんないです。嫉妬では、分かんない。ライバルじゃなくて、蹴落とす感じじゃなくて高め合っていける人たちが周りにいたらいいなって。なんかその情報は、いい情報は共有して、そういう人たちがいっぱいいたらいいなって今回の事務所では思ってます。前の前の事務所が嫌いだったとか、前の事務所が嫌いだったとかじゃなくて、まあ、環境も変わるし、なんかもっと良くしていけたらいいなって思いました。仲良しさよなら森さん見たよ、懐かしかった、ありがとうございます。いっそ水泳始めちゃうとか、もうバキバキになっちゃうちゅー。いい事務所でこちらもワクワクします。決め手はあったのでしょうか。決め手、まあ決めてって、なんか私が決めたみたいな言い方だからですけど、ちゃんとオーディション受けに行って、ちゃんと履歴書みたいなの送ってやったんですけど、まあでも知り合いの方がいたから、その方に、その方自体にその人のパワーを使って入るべきなのか今自分で悩んでてって全部相談しました。で、決め手ってなんだろう、なんかその上から目線みたいになっちゃうからちょっとな。考え中。考えてない顔してるけど考えてますからね。それにとどまらず、いろいろもっとなることが多いとモヤモヤしますね。そう、プレゼントもなくなったしね。なんかそういう不信感がいろいろ積み重なった、だスタッフさんは優しかった、でも優しいだけじゃダメだなって思ったよ、事務所全体の意識が閉鎖的だったんですね。なんかそこで潰し合いしてても意味ないのになって思っちゃったけど、でもやっぱその、いやでもそれが本当に潰し合いだったのか妬みそねみだったのかもわからないし、本人に聞いてないから。本人って言って、しかも一人じゃないの、何人かにこの動画欲しいんですけどって、そのワークショップっていうか稽古の、欲しいんですけど持ってますかって、ちょっと確認するね終わりで、あ来ないやってなって、また別の人にこれ持ってますかみたいな、え持ってたかなみたいな、はい終わりで、もう一人に送ったけど、あれ保存してないかも終わりで、仕方なく別の、結局なんかその先生が優しくて、女性なんかその やり取りするのもあれだろうから、女性のねメンバーっていうか、その入ってる子たちに聞いたらみたいな、どうみたいな、分かりましたって、この人が撮ってたし、その LINE のグループにこう動画アップしてたからって言って、あじゃあって言って女性の方3人ぐらいに聞いて、ダメで、結局男性の共演したことある人に、すいませんって、この方何人かに聞いたんですけど動画ないのか分かんないですけど返信なくて、みたい、そしたらその人は快く、あいいですよって言って送ってくれた。
ていうのがあとかもあってプレゼントもなくなってで、まあ、他にもいろいろあってそうやめ一回不利になったんですけどそれが嫉妬だったのかでもねその嫉妬かなって思っちゃいますよねその人は1回だけど私は3回さ人とラリーしてるわけだからそう悲しかったそれなんかそのそういう人たちがいるところじゃなくてって思っちゃったでもすごいいい事務所だったんだよいい事務所だったんですだからそういうちっちゃいちま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 したことが気になりだしたら止まらなくなっちゃったっていう私の勝手なあれですいい事務所だったんです全部そう悲しくなっちゃったそう悲しくなったのマカエの肩幅はプールの幅より長いから入れないもんねはいはいで前の事務所は単純に私がその申し訳なくなって辞めたっていうだけです何も貢献してなかったからねなんて書いてあるの また英語の方来たいや以上に詮索しない方がいいですよいやそれは私が必要なことだったから詮索とかじゃなくて単純に共有してほしかっただけなんですけど動画送るだけもう無理なのかってなってもうそれ以降そのレッスンには行かなくなりましたなんかそのパンプアップしたかったのに私は事務所のな私だからそういう意識があるからそういう風に一緒に頑張れる人がいる事務所がいいなって思いましたなんかさ私のやつどっかにさらされたのかな英語圏のどこかにさらされたのかなすごい英語の人が来るんだけどその事務所に貢献できるように頑張りたいなって思ってます今前からそうだったけどその気持ちがそがれない事務所に入りたいと中山は海外でモテる顔なのかも あっさりしてるから日本人っぽいですよねめちゃくちゃオカメ顔が好きな人は好きかもしれない世界進出ありがとうございますありがとうございますって翻訳機英語英語え英語できないすいません英語翻訳できませんできるわヘイアン美人海外のファンだと思いますよプラス思考
I have a pen. I have a pineapple. うん。読めない。パイナップルペン。今後ともよろしくお願いいたします。なんかしゃべった喋りました。 Thank you for yourcontinued support. むじー、英語むじー、英語むじーな。よし、あと2分で終わりにします。すいません。そう、終わろうとするとね、誰かしら来てくれるのよ。それで今伸びてます。バヤバヤバヤな、どんどん適当な会話が繰り広げられて、もう12歳です。あ、13歳でしたっけ。どんどん若くなっていくんだけど、もう素だよ。まあいつも素か。え、待って、小学生だと思われた？それは嘘でしょ。彼女の精神年齢は15歳です。あ、それは正しいわ。それは正しい。ちょっとブスすぎて引きました。もしかして初めて番犬さんの1万円が消えるんじゃないか。もうちょっとで。いや、もうちょっとだ。日本人は幼く見えるから案外あるかもしれませんね。確かに。次回お会いしましょう。お疲れ様でした。でももう眠気が限界。あ、パンケンさんありがとうございます。気にせずに。ありがとうございます。で、それで、その収益化、あ、収益化消えるかも問題を皆さんに話してなかったですね。前の配信ではちょっと話したんですけど。もしかしたら収益化がなくなるかもしれなくて。でもそれでも私は、収益のためにやってるわけじゃなかったか。それは確かにこう、なんかこう向上心っていうか、またやりたいなみたいな気持ちにはつながったけど、直接のやる気ではなかったから、あれだけど、まあちょっとまた来月になってみて分かったらお知らせしますね。
今はとりあえずどうしようもなさそうだから検索してみても。っていうお話でした。おやすみなさい。おやすみなけん。おやすみますか。おやすみます。もうあくびが止まらなくなってきちゃったから。てか今私お団子してるんですけど、この下の髪の毛やるとお団子一生できないんですよね。髪の毛多すぎて。延長戦はしません。もう十分延長しちゃったから。やる気、元気、松行き。お知らせお待ちしてます。おつ、ありがとうございます。やる気、元気、おやすみます。おやすみ。そうなんですね、続いてくれるのはとても嬉しいです。はい、なくなっても配信は続けます。なるです、おやすみ。お手紙プレゼント準備しておきます。あ、ありがとうございます。そうだ、確認しよう。またの配信を楽しみにしてます。ありがとうございます。おやすみなさい。寝よ寝よ、メイク落として寝よ。おやすみなさい。ハーフアップ最高でした。すいません、もうこれね全然セットしてない、何にもボサボサで、すいません。尊い、生ける、死なないで死なないでね。おやすみなかや、またね。ありがとうございます。おやすみぶさん、配信ありがとう。おやすみなさい。え、ありがとうございます。名前がまなめ、嬉しいな、嬉しいな、すずちゃんなってこれ待って、これだけ私のおすすめの、おすすめの、あ、ごめんなさい、すいません。おすすめのインスタのこうを紹介する。あ、ちょうどすずちゃんですわ。柴犬すずちゃんって子なんですけど、別に何の関わりもないんですけど、ほんと癒されるから見てください。今の喋り方、飼い主さん、すずちゃん何持ってきたんって、なんとかだなすずちゃんのって可愛いんですよ。飼い主さんの声も可愛いの。な、見てください。それに癒されて今日は寝てください。本当に何の関わりもない、ただ可愛くて見てるだけありがとうございました。お手紙書きたい気持ちがあります。ありがとうございます。確認します。芝居のすずちゃんインスタです。おつー、おやすみなさい。またの。はい、何の関わりもないけど可愛いから見てほしいです。推し犬ってか推し飼い主かゆ、見てください。抜けに癒されたので熟睡できそうです。よかった、私今日熟睡ってか爆睡します。ちょっと寝ないから。なし、あざま、おやすず、おやすず、すずちゃん何持ってきたん、かわいいな、2個持ってるんって、もうかわいすぎる、思い出しただけでかわいい。初見です、はじめまして、こんばんは。待ってあ、もうものの10秒ぐらいで配信終わります、すいません。また来週できたらやるんで。え、芝居のすずちゃん、ちょっと待って待って、私のすずちゃん、私のすずちゃんではない、私の好きなすずちゃんを紹介したら終わる、終われない、紹介しないと逆に。すずちゃんどこですか、すずちゃん、すずちゃんじゃなくてすず、あと猫のポン酢ちゃんも好き、柴犬すず、すずすずスマイル、すずドットスマイルのすずちゃん、これだけ、これだけ紹介したら寝ます。かわいいの、かわいすぎるの。なんかその飼い主さんのことが大好きで、その柴犬のすずちゃんがなんかいつもおもちゃこうやってくわえてこうやってやってきて、いつもこう目がうんって笑ってて、耳もうんってなってうんってくるんですよ可愛
すぎる。これだけ。おやすみなさい。 ありがとうございます。名前の真似ありがとうございます。初見さん、初見さんいらっしゃい。ニコ生の真似。じゃあこれで終わります。こんばんは。あ、もう終わるんです。すいません。また来週やるんで見てください。すいません、前も来てくれたマスマさん、ありがとうございました。終わりまーす。おやすみなさーい。すずちゃんを皆さんに投げっぱなしにして終わりにしまーす。おやすみなさい。初見殺しすいません。それでは皆さんお疲れ様です。次の配信で会いましょう。またね。なっかありがとうございます。言い忘れてました。新事務所とお誕生日おめでとう。お休みありがとうございます。またの。ありがとうございました。バイバイ。すいません、伸ばしまくり。